はい、あがてです。ちょっと喋りますよ、みんな。全員に向けて喋ります。はい。多くの人がね、もうコメント今どん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 返してってるんですけど、その前にコメントたくさん書き込んでくださってありがとうございますね。ビデオをどんどんこの後も出していきますので書き込んでください。そのちょっとの書き込みをするっていうことが小さな成功体験になりますからね。小さな成功体験の積み重ねが自分のことを好きになって、あ、やっぱできたな俺、あ、私できたな、あ、こんなもできるんだ、もうちょっとできるかもっていう風に、小さな成功体験が自分のことを好きになれて、そしてもうちょっと自分できる自分に変わっていく一歩になるのでね、やってみてください。成功体験の話をしかって始めたんじゃないね、このビデオは。もうね、みんなに同じこと喋るようになってるんでね、まとめて喋りますけど、だから今後こういうこと書いちゃダメよ、本当に。できると思ったらできる、できないと思ったらできない。これは本当そう。何でもね、この話もあちこちでしてるけれども、強く思えば願いが叶うみたいな、俺はそんな抽象的なスピリチュアルな話を言いたいわけじゃなくて、ノーっていうのはそうできてるから。みんなのコメントに不安ですとか、あんまりできそうなイメージが湧きませんとか、難しそうですとか、なんかできなそうですみたいな、そう思った瞬間にもう負けてんだよ。できると思わなきゃダメなんだよ。大丈夫、それ本当大切だからね。そもそもまあ無理なんじゃねえのかなって思い込まされ続けた、夢を諦めさせられ続けている歴史なんだよ、俺らの人生は。世の中はそうできてんだよ。だってさ、例えばさ、小学校の頃はさ、よー、俺はプロ野球選手になりてえな、プロ野球選手になれる、なるぞって小学校の時思っても、実際野球やってみると、なんかあんまいまいちそんなうまくねえな、プロにはなれねえな、まあまあいっか、プロ野球はまあいっかみたいな風に思ってさ、それでこの後さ、よし俺は一流大学に入って学者になるとか思うじゃん、小学校高学年ぐらいになるとね。そうすると今度試験とかやってみるとさ、まあそんな別に大して頭良くねえな俺、まあ一流大学はまあいっか、まあまあまあいい、まあいいや、そんなもんだろみたいなさ、ね。それでほら、また今度就職、大学高校受験とかもそうじゃない？でもその先の就職とかもさ、よし、いい企業に入りたいなと思って受けるけどさ、まあまあまあ、一回そんな第一希望受かんなかったけどね、第三希望ぐらいで引っかかってさ、幸せと思わなきゃ、これで十分十分、俺なんてこんなもんだって、よっけよっけっていうふうに、すべてを諦めさせられ、癖をつけられてるんだよ、人生において。これはもうしょうがないんだ、この世の中の仕組みだから。なんか資本主義がそんなことを洗脳かけてるまで大げさなことは言いたくないけど、でもそうなってんだって仕組みがね。でそれだけさ、仕事もさ、まああんまり今の仕事も楽しくないけども、まあ給料はもらえてるし家族もいるし、まあ食うには困らないからいいんだよな、この程度で OK と思わなきゃ OK OK、 まあ幸せ幸せっていう風に思い込まされてるんだよ。全て諦めるように諦めるように訓練されてきちゃってるんだよ。だからなんか夢が見られない、踏み出せない、諦め癖がついている、無理だと思います、難しいと思います、困難に感じますみたいなことをすごく信じたがるんだよ。それがダメなんだって。できると思わなきゃダメなんだよ、わかる？あれさ、カラーバス効果なんてことは言いたくないよ、みんないろんな人が言ってるからさ、こうパッと見て赤いものがありましたか、赤いものを見ると思ったらほら身の回り赤いものだらけでしょうみたいなこと例えばに数字でいいじゃん。それも確かにそうだよね、カラーバス効果も確かにそうなんだけど、そうじゃなくて、できると思ったらノーっていうのはどうやったらできるのかを探しに行くの、勝手に。で無理だと思ったら無理な理由を探しに行くの、ほら無理じゃん、やっぱりほらこんなファクターもあるから無理じゃん、こんなのもあるし無理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 に決まってるってっていうのを勝手に探しに行くのね。だからできると思わなきゃダメなの、できない、無理そうと思ったらもその場で負けだから、それを思わないようにしてください。今後ダメよ、そういうこと書いちゃう、本当に。この動画を全員に共有してくださいね。いきますよ。あなたがあることを不可能だと思うならば、あなたの心はあなたのためにそれが不可能な理由を探すために働く。無理だなと思ったらね、ほら大丈夫大丈夫、無理じゃん、ほらふれふれこんな無理無理無理、だから大丈夫だってっていう風に無理な理由を探しに行くの、勝手に。しかしあなたがあることをできると信じるならば、本当にできると信じるならば、あなたの心はあなたのために働いて、それを実現する方法を発見するために働く。そうなってんだよ、これも大脳生理学だから、スピリチュアルな話じゃないからね。あと最後、強く願えば思いを叶うっていうものをもうちょっと具体的に言ってる話を、俺の密着動画がもう流れてると思うんですけれども、密着動画の後半最後のあたりに講演会の一部抜粋でそこも喋ってますんで、それもぜひ聞いてみてください。いい？だからもうこのビデオ全員見てね、今後は難しそうですとか不安ですとか、できそうにありませんとか、困難に感じますみたいなこと書いちゃダメよ、もう一切。
いいっすか。はい、ということで引き続き頑張っていきましょうね。俺と井口さんが最高のものをお届けしたいと思いますのでね、それで何かを感じてくれて、あなたの人生が少しでもワクワクして前に進めばいいなと思っています。自分の人生を自分の手に取り戻す戦い、一緒にやりましょう。頑張ってください。あたしでした。